ハロー YouTube、スポーツブラスチャンネルの立ち順です。6月23日金曜日、ちょっとね、さっき途中で切れちゃったんですけど、ちょっと電話かかってきて、まあいいんですけど、ちょっとになんとなく2回目を、で、なんだっけな、あの、ちょっとこの間そのトライアスロンっていうかアクアスロン出て、で、あの久保田すごいねって言われて、全然すごくないんですよ。で、僕金魚も今飼ってて、で、なんか好きなもの趣味多いねって、僕趣味ないんですよ。で、あの結局これ何か、なんかよく言われるんですけど、まあ一時はすごいファッションに凝った、今ね、あの古い時計にメルカリ、あのそのヤフオクとか、その僕と同い年の製造の時計を集めてるんですよね。なんとなく僕と同じ時間生きてるのかみたいなのを思って、僕の時に生まれた年に製造されたやつの時計を集めるのが僕の趣味っていうわけじゃないですけどね、ただ単に3回買ったら結構良かったんで、何がよ、デザインも良くて、で、なんかまあいいんですけどね。でね、あの高齢者の人、そのお仕事をね、家族のために頑張ってなさってきて、子供も独立され結婚して退職金もあるんだけど、ローンもなくなって趣味がないっていう人とか、あと若い子で年配層のそういう人とか、趣味がないっていう人とか、あと若い子で、好きなことがわからないとか、好きなものがわからない、好きなことがわからないっていう人、悩んでる人結構多いと思うんですけど、答えっていうわけじゃないんですけど、僕がすごい趣味が面白いなっていう知人とかいたり、まあいろんなこと聞いて、トータルで聞いて、僕自身もそう、人からよく言われるんで好奇心旺盛だねとか、で、僕好奇心旺盛じゃないんですよ、全然。で、その何が言いたいかというと、まとめると、人間が楽しく自由に生きるっていうことは、お金とか家族とか人間関係とかもあるんだけど、やっぱり世の中情報とか物が溢れてる、こんな世の中だからこそ、人と比較しちゃうし、そのいろんなものがあるんだけど、趣味もいっぱいあるわけじゃないですか、お金かかるものもかからないもので、根本的に言うと、やっぱり 人それぞれっていうのがあるんだけど、人それぞれだから、なんかその社会教育センターみたいな、あるじゃないですか、そういうのって趣味を探すとか、そういうことしても無駄で、僕普通に朝起きて、朝早く起きて、ご飯、歯を磨いて、ご飯、朝ご飯を食べて、まあ新聞もなんか読まなくても、ネットしてもいいんだけど、で普通に生活していてでは、好きなものとか、自分がどういうものが好きかとかって見つからないんですよ。その普通に学校通ってる人とか、会社行ってる人、その生活をしてると。どういう時に見つかるかっていうと、まあ休日なのかな、そのたまたま平日会社や学校休ん、仮病でもいいですよ。結構いいのが仮病かもしれない。一日ぐらい平気ですって。もうダメですよ。これ、まあ、僕言ったら悪い。あと、まあ旅とかね。まあ旅が一番いいんですけど、でも旅もね、その田舎行ったら田舎しかないから、自分が住んでる町とか、
に意外とヒントがあって、で近くにあるんですよ意外と。自分の好みってなんだろうなとか、自分の好きな色とか何かとか、僕だと緑っていうか深緑が好きなんですけど、あとオレンジと、でなんか自分の好きなものとか自分の趣味とかそういうなんか相性とかもあるけど、自分の意思とは何かとかね、自分の好みって何かってみんな分かんないんですよ。分かってる人なんて世の中にいなくて、でどうやって見つけるかっていうと、見つけるっていう行為も無駄なんですけど、本当にあの非日常、いつもの生活、ご飯食べて学校行ってトイレ、あの会社行ってとかじゃなく時に、ふといつもと違う道を歩く、いつもと違う店に行く、いつもと違う場所に行く、そういう時に見つかるんですよ。あと、いつもと、いつもなら喋らない苦手な人とか興味のない人と会話することによって、人と出会うことによって、自分のあれ俺ってこれ好きかみたいなのが趣味とか自分の人生を豊かにするし楽しいんですよ。楽しいし、自分の本来の自分の中にある好みみたいなものが分かるんですよ。フラッと行くとこです。だからフラッとバーでも行っちゃえばいいんですよ。でも入るのにちょっとだけ勇気いるんですよ。でもね、お金払えば大体店は大丈夫なんで、いつもと違う本屋さんに行く、いつもと違うルートで歩く、いつもと違う駅に降りる、そういう時に自分いつもと違う風景が見えた時に、まあ旅行もそうなんですけど、一人旅行はね、一人で行くべきです。一人で行っていろんなことちょっと不安になったりするんだけど、その時に不安になる時に、あ、俺はこれが好きなんだとか、あと偶然出会ったもので、あれなんかこれ面白いよくね、この人素敵とか、この色がいいねみたいな、そこで見つかるんですよね。だから今の生活じゃない時のフラッとした偶然の時に、好きなタイプとか女性異性のタイプとか好きな色とか好きな趣味とかが見つかるので、今の現状のライフスタイルじゃない行動を一回してみてください。あと興味があるないっていうのは人間にはないです。興味があるとかないとかっていう言葉は先入観です。なんでいつもと違うものを、いつも頼む紅茶とかコーヒーとかあるじゃないですか、喫茶店とかパンケーキとか何でもいいですじゃないものを一回頼んでみてください。失敗する可能性はある、でもめちゃくちゃ美味しい可能性で、タイプだった好みだったっていう可能性の方が高いんですよね。ではバイバイ。